1月元旦はね、名古屋の、ウェルビー、あのサウナで有名な、ウェルビー堺、ね、ここに泊まりました。カプセルウェルビーね、堺、よかったウェルビー堺。サウナがね2つあってね、高温サウナっていうのと、あとセルフ料理ができるサウナがあって、よかった、名古屋駅からね2つ目の駅だね、堺っていうのは、よし、じゃあこれから、名古屋駅戻って、これから神奈川の方に戻りたいと思います。よし、これから地下鉄に乗って名古屋駅まで戻ります。今名古屋駅着きました、2023年の1月の2日、今 10時55分で、これから神奈川の方に戻りたいと思います。紀勢本線一周してきた感想は小田原についてから、お話ししようと思います。はい、これから11時37分の新幹線で小田原に向かいます。小田原着いた、名古屋から小田原着きました。2023年の1月2日時刻は1時40分この小玉で来ました、ね、じゃあ改札出て行って、紀勢本線の旅の、総評をしていきたいと思います。出発です。天気良かった、全日程はね、全日程天気が良かった。名古屋はね、すごい人だった、U ターンラッシュの人で、撮影なんかできないよ、名古屋人多すぎちゃって、2023年1月の2日、小田原駅に紀勢本線の旅から帰ってまいりました。はい、年末年始とかけて、紀伊半島一周鉄道で回ってきました。はい、まあいろいろ思うところもたくさんありましたね。まあこの動画出す前に、まあ順番に動画出してると思うんで、その動画見てもらえると、あ、紀勢本線の旅ってまあこんな感じなんだなっていうのは分かりやすくだなってないか、ちょっと動画を上げていきますので、気になった方は見てください。またお願いします。